私は銀行にお金を預けようかな。いやー0円だったな今。あっという間に8万ドルまでいったな。こんなん現金をいちいち不安だったんでやる必要もないですね。そうですね。ああ、課金しなくていいね。あーでもグレネードを使わないとダメかな。もう C4 はなくなっちゃいましたね多分。あーなるほど。グレネードはあれですか、貯めるっていうか貯めて貯めて普通にできますね。それかまあトラックで、あの軍事用のトラックで体当たりしても壊せますね。なぜか知らないけど、うん、目が回る目が回る。試してみてください。一回やったんですよスカイダイビング。やばかったですね。そのスカイダイビングのとこまで極限しますとか言って急降下したり、今ユーマさんがやってるくるくる回ったのにやって、もう泣きそうでしたね。急降下とかなんか一回バーンクルストを取り戻すのも難しいんで、結構スキルいいと思います。やめてー、バレルロールは本当に簡単ですけど怖いですね急降下。リアルライフでの、あの急降下はマジでやばかった。最高さ。なんか内臓がパッもうなんかいろいろかき回されてる感じです。車は、車どうします、車で やりますそれとも徒歩で倒しながらやります。徒歩の方がなんか安定しそうな感じがしましたけど。そうですね。じゃあ3人だけ車そのなんか行ってあっちまで行くぐらい。またさっきの左側から、右側からか。最初バレてないから最初の1機目はすぐポコッといけそうな気がする。多分壊れたらバレますよね、うん、あスティッキーボムまだあったわ。あった。じゃあスティッキーボムいます、います。はい、やっぱもう近くを警備しますね。近づいただけでもバレてます。やばい。アラーム鳴らされるのは多分ね、この壊した後なんですよ。だから、スティッキーボムつけっぱなしで逃げていいんじゃないかなと思うんですよ。後で爆発させるみたいな。ああ、いいですよ。それも。全然。つけてもらって。今一人倒したんで大丈夫かな。よし。じゃあ、一台目完了。いないのかな。ですね、アラームがないんで。あ、いる。2人いますね、そこに。倒しますね。トラックも動かしてた。トラックはね、あれなんか巡回してるだけなんですよ。あー、さすがにもうバレただろうな。あ、来ました、何人か。OK、排除。よし。遠くの方から起爆できるのかはちょっと心配ですけど。携帯からですよね。携帯からっていうか、なんか、うん、普通にピポっていって押せば OK みたいな。あ、これ楽だな。こっちの方がいいな。まだバレてない。警報鳴ってないの。バレてないですね。で、これでもう、倉庫付近でカバーして。あ、痛い、撃たれてる。痛い。とりあえず、あ、そっちの方。お願いします。ちょっと見てください。 OKOK、 じゃあ行きます。ここは車奪った方が良かったか。さすがにかなり遠いな。ミッション中は体力の回復なんかやけに遅いんですけど、これはなんか仕様なのかな。あー違うんですね。ずっと点滅しっぱなしですね。あそこが難易度なんじゃない。ああ、そう、でもイージーなはずなんだけどな。一人倒せないぞ。よし、来た。じゃあ、こう来ない。やばい、軍隊来た。いっぱい来た。ちょっとまずい。いやー、起爆する前に死んだ。
マジか、起爆してからしてる。ことは起爆できないですね、これ多分。もう一回やり直し？なんかトラックに乗った6人組ぐらいが襲来してきて、もうパーにされる。あー、その巡回中のやつにバッタリ当たった的なやつか。いやー、起爆できないですね。しかも、設置したことにもなってない。ひどい。死ぬの分かってたから、死ぬの分かってたから、普通に起爆すればよかったな。車パクみたいとこだけど、どうしよう。ちょっと待ってますね。でも使ったことになってるんですもんね、その、いわゆる。スティックもついてるみたいですけど、もう起爆死んじゃうと起爆できないみたいですね。もう、3つ。それを打って、破壊は。どうですかね。まあ、同時にやんないと意味ないですもんね。そうですね。同時にやりたいですよね。アラーム鳴らされちゃうと一気に攻め込んでくると思うんで。うん、待ってますよ。お願いします。よし、無限脇の場所ありますね。同じ場所に湧くポコポコって出てきますね。敵いますよ、そっちの方。いないですね。この車パクって大丈夫かな。倒したから来てないみたいですね。多分倒したんで、それがラストか。よし、やっぱ車乗ってよかったのかな。ああ、もう気づかれた。車乗ったらまずいのかな。一人ついてきちゃいましたね。よいしょ。よし、それいけ。あの奥のやつは倒…あ、ラストですね。そうですね。あ、いますよ、まだ。あの奥のやつ、多分ね、全員倒してないんですよね。倒せなかったので。あー、いた。ちょっと遠くの方から。よし。あ、いる。うわ、めっちゃ撃ってくる。オッケー。トラック見えるんですけど、敵はあの、そこら辺から見てどう思う？もう大丈夫ですね。大丈夫です。敵います。あ、はい、じゃあ、倉庫付近に向かってます、ね。お願いします。あって、じゃあ合流したら、吹っ飛ばして、オッケー。パクるしかないですね。いや、これなんかミスってまたやらなきゃいけないけど、爆破させちゃった方がいいのかな。どうなんだろう。私、ミユマさんだけ飛び去ってくれればいいんで。じゃあ、ちょっと、近づけてもらって。うわ、マジかよ。そう。びっくりした。カバーしても死ぬから。じゃあ、とりあえず爆破させちゃいますね、もう。ちょっとまた死んでリスタートやばいんで。うかい。OK。これで全部なくなったんで。ほぼだからな。来た。また反対側からスタート。その方が絶対近いと思う。いやー、後ろからも来てる。まずいな、これ。ずっと走ってるな。ユマさんはどこですか。いなかったのに、なんかいきなり横に角待ちしてる人、赤点出てなかったのに殺す。殴られた。おえー、今戦ってます。どうですか、こっち来れます。今行きます。痛い。あー、曲げない。あはー、やられた。うっそー、るかな。そこに伝ったやつにやられちゃいましたね。
頑張ってください。トラックがいいかもしれない。オッケーオッケー、近く、結構近くで湧いたんで。オッケーオッケーオッケー。鳥さんがとりあえずここの倉庫内入るまでしてもらう。多分大丈夫だと思う。もういないいないいない。よしよしよし、逃げろ逃げろ。よし、あ、外人さんとやってる時にトラックで全部爆破して来たんですよ。で、滑走路にね、車置きっぱなししてるの忘れて出られなくなって、ヘリコプターでせき止められてて、もう死にました。そういうやばい、ゲームに吹いてるよ。早いですね、やっぱり。このフック、このフックでなんかできないかな。フック下ろせるんですか、今。あ、下ろしてる。はい、重機右で。本当だ、下ろしてる。走ってる車とかを捕まえられるんですか、じゃあ。一貫車みたいなのに行きました、ね、走ってる車ないかな。ちょっと軍事基地で試してますよ。さすがにリスクがありすぎる。あそこら辺走ってますね。もう大変で試してます。こんなことやってても手配が一切つかないやつ。あれ、軍隊のやつ、やばいやばいやばい、あれ、絶対。あれ、軍隊のやつです。トラック、軍隊のやつ、あれ。あれやるんですか。勝負師だな。勝負師だな。引っかかるんですかね。ついて。マグネットみたいなのがベチンってなんないねえ。あ、これこれ何に引っかけるっていう。あ、ついた。ガチャって言ってついた。やばい、これは楽しすぎる。これちょっと乗ってる人が見てみたい。全然こっち上昇ない。重すぎる。あ、乗ってる人。これが正解。乗ってる人、あの、なんか普通に運転しようとしてますね。ああ、面白すぎる。やっぱ重量によって高度も制限されちゃうっていうのがなければ結構面白いんですよね。これマルチでやりたいの。難しいけど、バウンティーついてる人かさらったり。難しいですね、確かに。うまくなんか違う感じで、なんか引っ掛くような感じで、このちょっと上のルーの方にやれば、なんかガシャンってなる。なるほどね。そうですね。さっきの恨みをこのグリーントラックに当ててやる。2人乗ってますね、車に。どうすることもできずに、連れてかれている。はい、じゃあ。爆発しなかった。意外。あ、普通に走り出したよ。戻ってった。手配でも何もつかないんだ。おまわりさんの車とか持ってきたいです、なんか。どこだろう。なんか、ただ触れただけじゃやっぱダメみたいですね。でもガチャガチャガチャって言ってましたけどね。道の真ん中より荒野の方がいいですか。ちょっとここでもう一回試してみますよ。窓壊してないとダメなのかな。当てればいい。もうなんかフックが通り過ぎてすり抜けて。ああ、ついたついた。連れてかれる。連れて行かれた。グワングワンなってる。連れて行かれた。あ、主人公キョロキョロしてますね、もう。怖くない。ういういタイヤは動かせる、タイヤはなんとか。あー、落ちてった。ちょっと待って、あー、落ちる、やばい。着陸。やっぱ頑丈ですね、マジで。これで着陸するね。背面で落ちたらやばかったですけど、うまい具合にピタッていってちゃんとピタッて降りたんで。いやー、面白すぎるな。
まだ上がりますかね。コードとか表示されないんですかね。コードが。あ、書いてありますね。あれに。174、あ、でもこれはあれか。あの、目的地からってことですね。あ、まあ、ある意味コードかもしれない。まあ、そうですね。から高さって言って、うん。ちょっと横にずれてはいます。おお、結構高くいきますね。やばいって、これ絶対。これ絶対死ぬって俺これで、これで爆発、ここ制限みたいですか。これで爆発しなかったらウケるんですか、逆に。爆発するのか。やばい、これは、これはまずい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 、あー、やばい。あー、やっぱ死ぬか。すげえ。面白すぎる。そっちの視点も見てみたら今の動画に上げますわ、私クリップにしてやばい。すげえ面白かった。でもこれ普通にマルチで手に入るのがどうしたら手に入るんですか、ね、です。あ、でもね、このマークが出てるんですよ。だから多分ミッションを進めていくと、このヘリポートを買い取るかなんかできるんですよ、多分。いいのはなんか、いいのか、悪いのかね。え、どこ行くんかな。あれ、私が運転してることになってる。あ、あ、あ、やばい、ミンチになった。あ、そういうことか。あー、面白かった、今の。今のやばかった。プロペラに巻き込まれて一人死んだ。笑いすぎるよ。